ある雨の夜、アデルは1ヶ月間の海外旅行から帰国。一人暮らしだったので、猫の世話は母親に頼んでおいたのです。アデルは家に入り、明かりをつけ、辺りを見回した後、すぐに警察に通報することにしました。一体なぜでしょう。見てください。廊下に濡れた足跡がありますよね。まだ濡れているので、少し前にできたものなのでしょう。でもアデルは帰ってきたばかりなので、これは彼女のものではなく、家に誰かがいるということになります。では頭を働かせて次の問題を解決してみましょう。カーペンター夫人にはエヴァとジェーンとミアの3人の娘がいます。ミアがエヴァと同じ年齢になった時、エヴァはジェーンの2倍の年齢になります。この場合、長女が誰で末娘が誰だか分かりますか？言い換えると、将来ミアは現在のエヴァと同じ年齢になり、ジェーンはその半分の年齢になるということ。それを考えると、明らかにエヴァが最年長でジェーンが最年少だということが分かります。ブラウン夫人のアパートではペットを飼うことが禁止されています。魚ですら禁止されているんです。ある夜、上の階から猫の鳴き声が聞こえてきたので、翌日2つのアパートをチェックすることにしました。猫はどっちのアパートに住んでいるのでしょう。こっちのアパートには猫の家があるので、猫はこっちに住んでいるに違いありません。エスメが森を散歩していたら道に迷ってしまいました。しばらくさまよっていると、魔女の家を発見。家に帰る方法を聞いてみることにしました。魔女はポーション作りで忙しかったので、エスメが作業を手伝ったら助けてくれると言いました。ポーションに必要な材料は数匹の虫、秘密の薬草、魔法の粉、星キノコの4つ。魔女は材料を加える順番を忘れていたようですが、次のことは覚えていました。正しい順番を答えてください。材料は4つなので、粉を2つ以上前に加えるとすると、最初か2番目に加えることになります。でも粉の前にキノコを入れるべきなので、先にキノコを入れてから魔法の粉を入れて、その次に虫を入れることになります。これで秘密の薬草は最後だということがわかりますよね。次は特別な任務に取り組んでください。世界中の美術館から有名な絵を盗んでいる強盗がいます。世界中の警察が絵画を探しているのですが、強盗はいろいろな場所に絵画を隠しているようです。警察は最初の秘密の場所を見つけることに成功。それぞれの絵は AI によって作成されたレプリカとともに宝箱の中に保管されていて、1枚の絵しか取り出すことはできません。取り出した後、宝箱は残った絵とともに爆破される仕掛けとなっています。そのため一目で慎重に本物の芸術作品を見分けなければなりません。最初の宝箱にはエドワルド・ムンクの「叫び」とレプリカが入っています。さて、本物はどっちでしょう。こっちです。次はフィンセント・ファン・ゴッホの「星月夜」。本物はどっちだかわかりますか？こっちです。正しく答えられましたか？次の宝箱にはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたかの有名なモナリザが入っています。これは簡単にわかると思いますが、レプリカもかなりリアルに見えるので、よく観察してから答えてください。はい、唯一無二のモナリザはこっち。これでルーブル美術館に返却することができます。4つ目の宝箱にはフィンセント・ファン・ゴッホによるもう一つの有名な作品である「夜のカフェテラス」が入っていました。さて、本物はどっちでしょう？こっちが本物。正しく答えられましたか？次はこの場所で発見された最後の絵です。ハンガリーの芸術家チョントバーリ・コストカ・ティヴァダルによる老いた漁師です。どっちが本物だと思いますか？こっちが本物です。おめでとうございます。協力していただいてありがとうございました。他の絵が発見されたらまたお知らせします。ある刑事がスペインで休暇を過ごしていたら、夜間にホテルの隣の部屋に何者かが侵入し、貴重品が全て盗まれてしまいました。刑事は朝にカメラの映像を分析し、3人の容疑者を突き止めることに成功。そして3人とも事情聴取に答えることに同意したのです。ジャックは「昨日は夜遅くに到着したので一晩中寝ていた」と答えました。アリソンは「夜は出かけていてほんの数時間前に部屋に戻ってきたところ」と語っています。そしてロバートは「こんな女性は知らないし何も盗んではいない」と言っています。刑事は誰を逮捕するべきでしょう？ジャックを逮捕するべきです。夜遅くに到着したと言っていますが、日焼けをしていますよね。夜には太陽が出ていないので、本人が答えた時間よりもホテルに長く滞在しているはずです。エリザが暗い森を散歩していると、古い屋敷を発見。中に入ってみることにしました。すると突然、後ろのドアがロックされてしまったのです。この家は魔法の家で、出口は3つありますが、どれも危険に見えます。1つ目のドアの向こうにはモーションセンサー付きのレーザーが設置されています。2つ目のドアの向こうの床は溶岩でできているので、触れるものは全て燃えてしまいます。そして3つ目のドアの向こうには巨大な草食恐竜がいます。安全に脱出するにはどのドアを選べばいいのでしょうか？エリザは3つ目のドアを選ぶべきです。恐竜は絶滅しているはずですし、もし実際にいたとしても草食恐竜は植物しか食べないので、人間には興味がないはずです。ハンナが自宅で紅茶を飲みながら読書をしていると、突然ドアをノックする音が聞こえました。そしてドアを開けてみると、そこには見知らぬ男が立っていて、こう言いました。あ、すみません、引っ越してきたばかりなので階を間違えたみたいです。お騒がせしてごめんなさい。ハンナは男が去った後、単なる間違いだとは思えず、警察に通報することにしました。なぜ怪しいと思ったのでしょう？怪しかったのは男がノックしたという点。本当に自分のアパートだと思ったのなら、鍵でドアを開けようとしたはずですよね。朗報です。警察は盗まれた絵画が保管されているもう一つの隠し場所を突き止めました。前回同様、レプリカとともに宝箱に収納されていて、両方を取り出すことはできません。芸術作品を取り戻す準備はできていますか？1枚目はグラント・ウッドが描いたアメリカン・ゴシック。本物はどっちでしょう？こっちですよ。わかりましたか？次は2つ目の宝箱、ヨハネス・フェルメールの真珠の耳飾りの少女です。どっちが本物だかわかりますか？こっちが本物ですね。次の作品はサルバドール・ダリの記憶の個室。これはニューヨーク近代美術館から盗まれたものなので、返還しなければなりません。でも本物はどっちでしょう？こっちがレプリカで、こっちが本物です。本物を選ぶことができましたか？あと2つなので頑張りましょう。4つ目の宝箱にはグスタフ・クリムトの接吻が入っていました。これまでのように本物を見分けなければなりません。どっちが本物だと思いますか？もちろんこっちです。次は最後の絵です。カジミール・マレーヴィチの謎めいた黒の正方形を見分けなければなりません。本物はどっち？ちょっと難しかったかもしれませんが、本物はこっちですよ。ご協力ありがとうございました。これで全ての絵画を元の美術館に返還することができます。ミッキーはゲームショーに参加して優勝しました。そしてモンクレールのジャケットとヴィヴィアン・ウエストウッドのお財布とフェラーリの3つの商品を獲得。でもここでは本物とレプリカのどちらかを自分で選択しなければなりません。ミッキーが正しい商品を選ぶ手伝いをしてあげましょう。ここに2つのモンクレールのジャケットがありますが、1つは本物でもう1つはレプリカです。ミッキーはどちらを選べばいいのでしょう。こっちです。正しいロゴが入っているので本物に違いありませんね。次の2つのお財布のうち本物のヴィヴィアン・ウエストウッドは1つだけです。どっちだと思いますか？こっちの正しいロゴがついている方が正解です。最後はフェラーリです。正しいロゴを覚えているかどうかチェックしてみましょう。はい、こっちが正解。お疲れ様でした。